皆さんこんにちは、元ブログチャンネルのタカです。今ですね、愛知県のその安城市をですね、三重県鈴鹿市の方に向かって走っております。まあ前に走ってるのはですね、あの皆さん、視聴者の皆さんはちょっと見慣れない、まあ、この動画を初めて見た方は見慣れない誰だあれっていう感じなんですけど、実はその前回の動画でご紹介した、黒い PCX150 乗ってたアキちゃんがですね、私にもね、事前の告知なしに急に乗り換えたっていうことでびっくりだったんで、まあ、その納車インプレの動画を撮ったんですけど、まあ、その、グラディウス400の、まあ、ニューアキちゃんと一緒にね、F1 のね、日本グランプリにね、行きたいと思います。まあ、日本グランプリのね、ことは私も、まあ、ちょっとしたね、中島悟とかがね、現役だった頃は僕もいろいろ見たりとかね、まあ、富士の開催の時はね、僕も行ったんですけど、まあ、やっぱりそのしばらくね、日本がね、F1 を離れてから僕も、ずいぶんご無沙汰して、去年ホンダがね参戦したぐらいからちょっと興味が出てきた頃に、アキちゃんからどうするって言われたんで、行く行くって話で、まあ、細かい話はね、アキちゃんにお任せして、これからね、三重県鈴鹿市に向かってインカムツーリングを楽しみたいと思います。じゃあアキちゃんにねマイクを渡します。はいはい。中島悟とか言ったら年バレますよ。ああ、そうかそうかそうか。あのね、まあ、20歳なんだけど、はい、まあ、中島悟はその僕がね、幼稚園の時に好きだった人っていう方ね。ねえ、まあ、F1 界のレジェンドですからね。そうだね。確かに、ね、中島悟ってもともと峠の走り屋から、F1 選手になったっていう選手で、すごいですよね。こうストリートからもF1 の選手になるっていうのはね、すごいよね。はい。まあ、普通ね、 F1 というともう英才教育でさ、昔からもうカート乗ってたりとかね。中島悟ね、まあ残念ながらその中島悟世代ではないんで、まあ、その時はちょっと僕見てなかったんですけど、まあ、F1 ハマり出したんが大体2009年ぐらいですかね。ああ、なるほど。中島和樹ですよね。あ、和樹ね。中島悟の、まあ、息子が出てる時に、まあ、F1 見出して、まあ、中島悟はホンダなんですけど、まあ、中島和樹はトヨタに乗ってるっていうね、なんかちょっとわけわからなかったんですけど、でその時のね、V8 サウンドがすごい、見てて、爽快やなと思って。やっぱりその多気筒のさ、はい、V 型多気筒のさ、音ってすごいいいよね。はい、いいね。やっぱりさ、昔のその V8 っていうのがさ、はい、グワングワンって感じじゃん。はい、で今の V6 はさ、グオングオンでしょ。はい、でまあ聞いてる人はわけわかんないかもしれないけど、V10 とかさ、はい、もうギュインギュインって感じでさ、はい、で V12 になるとさ、キュイーンって感じでさ。はい、もうたまらん、もう鳥肌ものだったよね、あれね。そうですね。まあ V6 の音はその映像でしか聞いたことないからね、本物は初めてなんだけど、はい、F1 の V6 はね、はい、でもやっぱり生は多分結構すごいと思いますよ、 V6 でも。映像を見てる限りはそんなにね、迫力感はないですけど、僕もやっともう見慣れてきたなみたいな感じなんですけど、不思議と見慣れてくるとね、あまり違和感なくなりますね。まあ、最初はやっぱりその、はい、特に俺昔のさ F1 とか、はい、V10 とかさ、はい、V12 とかの頃のやっぱり音とかを聞いてるから、はいはいはい、だからまあそういう先入観あるかもしれないけど、やっぱり生の迫力ってあるよね。ありますね。やっぱりその現地に行かないと、その、はい、無理っていうのはやっぱり音っていうよりも、そうだね、やっぱり匂いとかもあるじゃん。そうですね。あとはその響きっていうかね、地面に響いてくるっていうかさ。そうですね。まあ、でも何この
F1 にさ、その、はい、まあ、日本が参戦するのってこれ何年ぶりなの？ 6 年、7年ぶりぐらい？最終、そうですね、6年ぶりぐらいですかね。うん、6年か7年。2009年ぐらいまでは、いたんで。で、マクラーレン・ホンダが去年からだもんね。去年、そうですね、確か去年からですね。まあ、でもなんかまあね、今のそのタッグ組んでるさ、そのジェンソン・バトンと、それとあのフェルナンド・アロンソの、そのジェンソン・バトンってめっちゃイケメンだよね。イケメンですね。名前もイケメンだよね。ジェンソン・アレクサンダー・ライオンズ・バトンだよ。めっちゃ強そうだよね。本名ね。うん。フェルナンド・アロンソ・ディアスもさ、なんかかっこいいよね。かっこいいですね。なんであんなその向こうの人って名前かっこいいんだろうね。そのジェンソン・バトンのさ、あのアレクサンダー・ライオンズ・バトンってな、何これっつって、めっちゃ強そうじゃんみたいなさ。なんかパッと見なんかなんだろう、車のさ、ちょっとあんまよく知らないんだけど、車のなんかこのドリフトとかする映画でよく出てる、GTR 乗ってる人いるじゃん。あ、そうそう、ワイルドスピード、あの主人公になんとなく似てないかもしれないけど、雰囲気が男前の、うん、ポール・ウォーカーね。そう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 、はい、あ、確かに雰囲気似てますね。そう、なんか男前だなと思って、もう早くて男前みたいな感じでさ、はい、うん、しかも金持ちですね。うん、なんかあの、はい、モデルの道端ジェシカさんと、はいはい、なんか結婚してたんですけど、うんうん、離婚しましたね。あ、そうなんだ。はい、まあ、俺はね、もう今の F1 はもうちょっとアキちゃんのトークにうんうんってうなずく役に回るからさ、俺、まあ、あの知らないですけどね、うん、まあ、80年代後半から90年にかけてのさ、そのアイルトン・セナとね、あのアラン・ブロストのタッグを組んでた頃はさ、もう本当によく見てたんだけど、まあ、うちのね、親父が好きだったもんでさ、車とかね、なんかその影響で見てたんだけど、まだ二十歳だからさ、そんな昔のことはよくわかんないんだけど、まあでも、なんかワクワクするね、今からね。ワクワクしますね。うん、僕もね、2011年ぶりなんで、今、その鈴鹿に行くのが。うん、はい、でね、その頃はね、2011年は、まあ、唯一その日本人で参戦してた、まあ、小林カムイという選手がいてるんですけど、うん、うん、してるしてる。彼はね、東京なんですよね、僕と。あ、そうなんだ。はい、尼崎市出身でね。おーおーおー。で、まあ、同年代ってことで、すごい応援してて。そうだね。確かに彼は2012年までいたんですね。うん、うん、うん。はい。まあ、残念ながら、まあ、まあ、なんか F1 のね、なんつうすか、まあ、いろんな問題で、まあ、去っていったんですけどね、F1 から。うん、うん、うん。まあ、でもやっぱりその、まあ、F1 そのものはちょっと俺話せっつっても、はい、その話すネタはないんだけど、その、はい、やっぱり F1 ってさ、はい、まあ、俺ちょっと全然知識はない中でもやっぱり、はい、その日本グランプリのさ、やっぱり、はい、F1 っていうのは国内の自動車レースの最高峰だからさ、はい、まあ、そういう意味でのやっぱり高揚感もあるし、あとはやっぱりそのね、ホンダが好きとか嫌いとかっていうのはもう全く話は別問題として、やっぱり日本メーカーがさ、マクラーレンとタッグを組んでエンジンを任されてさ、ほんで、まあ、日の丸背負ってやるっていうのはやっぱり応援したくなるよね。そうですね。うん、すごい好きなさ、アロンソとバトンですね。うん、2人ともね、元ワールドチャンピオンで。そうそう、はい、ね、本当にチャンピオン経験者を2人ね、はい、使ってるっていうかね、2人、はい、ドライバーとして乗ってもらってるっていうか、はい、そこはやっぱり期待できるとこだよね。そうですね。アロンソなんか元フェラーリとドライバーですからね。うん、で、またその新参者として入ってきたマクラーレン
そうだね。はい。まあ、でもね、その去年はね、もうマクラーレンホンダも全然ダメやったんですけど。うんうんうん。そのリザルト的にね。うん。でも今年はね、結構ね、まあポイントとかも取ってきて、まあその去年に比べたら全然今年はもう期待できるっていう感じの年で。まあでも今年はさ、はい、俺もちょっとね予習はしてきたんだけど、はい、30回開催 ?30 回目、うん、F1 開催してから30回、ね、連続開催30回で、はい、うん、すごいよね。でなんかさ、やっぱり、まあ、日本人として、まあ、車好きだったら F1、まあ、鈴鹿に行くかみたいな軽いノリだけどさ、はい、まあ、考えてみたらさ、はい、そのなんだろう、30回の連続開催で、まあ、日本以外ってさ、はい、モナコとイギリスとドイツとハンガリーとイタリアぐらい、はい、うん、あとまあなんだろう、はい、欧州は結構あったとしても、はい、もうアジアでは日本だけだもんね、そう連続開催してんのってさ。いや違いますね。あ、違うんだ。今はね、時代も変わって、中国も、あ、中国、はい、あとシンガポール、あー、はい、で今はもうなくなったんですけど韓国もありましたね。あ、韓国あったね、そういやね。はい。それでも毎年開催してる連続で。いや、しないですね。もう韓国はもう今年は外れてますね。単発でしょ。単発ですね。うん、なので俺が言うのはその連続でもう毎年、はい、毎年この時期は F1 なんで、 F1 だねみたいな感じで連続開催してる国っていうことでは日本だけかなみたいな。うん、まあ、シンガポールとかマレーシアも確かここ近年なんで、うん、はい、中国もそうですね。そう、何年の年にやったなみたいな、そういうのはねあったとしても、うん、毎年毎年決まって F1 のカレンダーにその国の名前が刻まれてるのは日本だけだから。そうですね、まあ、そういう意味では日本って F1 先進国だなみたいな、うん、残念ながら今日本人ドライバーはいないですけどね。うん、最高だね。はい、まあ、でもね、まあ、日本人じゃないですけど、まあ、ドライバー好きですけどね、2人、そのマクラーレンホンダのね。そうだね。はい、だからね、もう今年はどうしてもちょっと行きたいな思って。はい、まあ、ジェンソン・バトンなんてアキちゃんそっくりだもんね。いやいやいや、全然違いますもん。もうゴミみたいなもんすよ、僕なんか。元奥さんがね、日本人っていうこともやっぱり日本人に対してそういう好印象を持ってるっていうこと、はい、っていうことだよね。はい、そうですね。でね、そのアロンソもアロンソでね、なんかこう日本のカルチャーが好きらしくて、うんうんうん、なんか要は日本に来たら秋葉原とかよう行ってるみたいですけどね。あ、そうなんだ。らしいっすよ。まあ僕はちょっとそれ見たことないか分かんないですけど。まあ、その食文化とかもね、今脚光を浴びてるもんね、日本の和食とかさ、寿司とかね、はい、一昔前はこう生で食べるなんて信じられないみたいなね、そういう食文化だったけど、そうですね、今日本の食文化もその地球規模で結構脚光を浴びてるというか、今日の目的地は、はい、あ、目的地ね、どこだっけな、ちょっとねセットしないと、はい、分かんない、うん、どっかでなんか適当に泊まってもらってもいいかな。そうですね、うん、まあ、とりあえずね、ひたすらもうこれ23号バイパスまっすぐなんですよ、うんうん、なんでその鈴鹿までは。なるほど、まあ、四日市あたりでどっか、まあ、いいか、まあ、とりあえずちょっとしばらくこの道で行きますわ。うん、うん。
うそろそろね名古屋市に入る感じですね。おお、まあでもなんか静岡から名古屋とか楽勝だけどね。楽勝っすよね。うん、だってもう愛知県のさ、あの安城まで静岡から190キロぐらいあったんだけど、はい、うん、なんかもう行ってきましたらあれもう着いたみたいな感じだもんね。ああ楽勝ですね、確かに。うん、やっぱりヤマハのやっぱりアクシストリート違うなと思って。ああ素晴らしい。おっと渋滞かな。この道はね結構流れてるときはねいいんですけど、うん、ちょっとね混み出すとねちょっとめんどくさいんですよね、この道。まあでもすぐまた流れると思うんですけど。原の方は大丈夫ですか？あ、大丈夫だよ。大丈夫ですか？まあ別に、あればいつでも食うけど。ああ。まあ、まあ三重県内ぐらいでちょっと、まあどっか寄りましょうか。そうだね。はい。どこだったかな。いや、あの、ね、長島スパーランドの方って三重県だもんね。あ、はいはい。ちょっと LINE で送ったやつ貼り付けとかないと分かんないな。どこだったかな。なんか2つぐらいありましたよね。そう、あのね、最初のやつはね、はい、あれはね、ちょっとなんかこじんまりしたような感じで、あ、そうなんですか。ちょっとくつろぐにはあれかなと思ったんで、うん、その長島スパーランドの近くのやつの方が場所は遠いかもしれないけど、そっちの方が快適かなみたいな思ったんだよね。うん、どこだった？でもホテルももう僕も見たんですけど全滅しましたね。そう、全滅、まさかだよね。うん、まあいろんな坂があるけどまさかっていう坂だったね。うん、オートレストラン長島っていうところだね。そこはまあ、スーパー銭湯もあって、飯も食えて、まあ、仮眠もできるっていう。そう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 。うん、まあいわゆる健康ランド。あ、そうそう、健康ランドだね。まあでも健康ランドもね。はい。まあたまにはいいよね。いいっすね。まあつい先日まで僕たち学生だったからさ、うん、まあ、さっき中島悟とかいう話してたけどまあちょっと親父がね、生まれてないですからね。うん、もう僕らまだもう生まれてないですからね。生まれてないからね。親父のなんか昔話を聞いたような気がしたんだよね。うん、うん、しちゃうかもしれないですけど。ああ、いいよいいよ。あんま気にせずに撮ってください。うん、動画に撮っとくから大丈夫だよ。ああ。まあでもなんかそのスクーターね乗っててたまに乗るとそういうのもあるよね。うん。まあでも割と繋がりやすいですけどね、クラッチ。うん。はい。まあでもなんか。後ろから見た感じ乗りやすそうな感じはするけどね。乗りやすいですね。まあほんまに足つき性もさすごい良さそうじゃん。はい、ただこいつに当たるんですよね、このステップに。これがちょっと気になるかなっていうくらいです。だからもうちょっとステップがね後ろにあったらよかったんかなみたいな。あ、まあ別にね、そんなとこケチつけてもしゃあないですけど。
まあでもなんか、はい、すごい似合ってるよ。ああ、ありがとうございます。うん。なんかその一泊二日で旅行っていう感じしないね、はい、荷物ないからほとんど。そうっすね。いやでもほんとね、キャンツーとかしてる人はほんとすごいなと思いますわ。うん、あの荷物後ろね乗せて。来年キャンツーしたいね。そうっすね、やりたいですね。まあね、あの三重にもキャンプ場あるんで、うん、まあよかったらね、ちょっとその辺からちょっと攻めてみて。そうだね、はい。まあ長野とかでもいいしね。ああ、まあ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 、いいっすね。うん、まあちょっとこれからちょっと長野ちょっと寒いかもしれないですけどね。あ、そうだね。まあこれ、まあこれからこれからはちょっと、あの、はい、冬期間はやっぱり三重とかの方がいいかもね。そうですね、うん。最終的にはちょっと北海道。そうだね、みたいな感じで。北海道とかね、はい、九州とかね、はい、フェリーに乗っけて沖縄とかね。ああ、いいっすね。このボイツインのどこどこは結構癖になりますね。ふくらはぎとか熱くない？まだ大丈夫ですね。うん、俺あの VX800 乗ってる時さ、はい、信号待ちちょっと ふくらはぎのあたりちょっと熱いなっていうあったよね。あ、うん、やっぱりこういうネイキッドタイプ特有のね、やっぱりエンジンがふくらはぎとかに近いからね、はい、スクーターではなかったところが敏感に感じるよね。そうですね、まあ、そういうタイプばっかり乗ってるとね、まあ慣れちゃうかもしれないけど、はい、まあでも400だからそこまで熱量多くないか。まあそうですね、まあまあまあ、まあ、うん、それがね800とか1000とか超えてくると熱いもんね。ああ VX800 ってのはフルパウルですか？いや、あのね、ネイキッドだね。あ、ネイキッドなんですか？うん、要はフロントフォークの、そのキャスターちょっと寝てる、そのユーロタイプっていうかさ、アメリカンみたいに寝てはないんだけど、ネイキッドよりはちょっと寝てるって感じで、うん、まあロングツーリング向けみたいな感じの、あ、まあまあなんだろう、形的にね、形的にはあのまあそういうゼファーとかさ、うん、あの CB のあのスーパーフォアとかさ、ああいう形、はいはいはい、でも全然形違うよ、形は違うんだけど、形っていうかそのデザインは違うんだけどね、はい、うん、ゼファーとかスーパーフォアの人からしたら全然違うじゃんみたいなツッコミあれだけど、最初に言っとかないとさ、うん、でもそのジャンル大きくその大別するとしたら、うん、そのフルカウルとかじゃなくて、オフロードじゃなくて、アメリカンじゃなくて、はい、まあ分類的にはそのネイキッド、うん、うん、って感じ。はいはいはい、うん、でライトの上にあのちょびカウルがついてるっていう感じで。ちょびカウルね、うん、ちょびカウルね、うん、まあでも楽だったよ、あのトルクで走るやつだったから。それであの伊豆半島とかも一周したしさ、はい、それこそ北海道も行ってきたし、うん、うん、なんかどうだね、そうね、5万6万キロぐらい乗ったのかな、うん、歴代 2番目に乗ったバイクっていうか、うーん、まあそれはあれなんだよね、あの大型で初めてのバイク、はいはい、うん、初めての大型だ感が嬉しくてさ、うん、乗るじゃんやっぱりさ、はい、うん、でなんかその
そのなんだろうね、やっぱり大型ってさ、別にどのバイクに乗るっていうよりも、はい、俺は大型に乗れてるんだっていうさ、そういう満足感というか、そのまあ結局その大型に乗れたことで、その自分のなんかね、そういう満たされるっていうのが、まあ本当はね、俺 VMAX 乗りたかったんだよ。はい。だけど高かったから買えなかったんだよね。そう。だからまあそれにしたんだけど。なるほど。何年ぐらい乗ってたんですか？ん？何年ぐらい乗ってたんですか？それはそうだね、 VX 自体は3年かな、3年で6万キロぐらい乗ったかな、はいはい、年間2万キロぐらい。だけど、まあ、北海道行ったり九州行ったり、はい、四国も回ったし、名護の行ったりとか、もう週末ごとにもう泊まりで、はい、あちこちでもうすごい距離伸びたよね。最初の1年目で4万キロ走ったもんね。4万2、3000キロぐらい走ったすごいですねそれ。その会社でさ、はい、バイク基地外っていう感じで言われてて、はい、そんな乗っててなんか仕事中眠そうにしてるから、はい、お前仕事しろよっつってそう、仕事終わっても夜走りに行ったりとかしたからね。夜とか朝早く起きてさ、はい、出勤前に日本平走りに行ったりとかね。うん、まあまあ嬉しいっていうのはあるよね、まず最初に。まあまあまあ、それはね、うん、まあ、僕でもなんか分かりませんなと。そう、ちょうど1年半1年ん1年あれ、俺ドカディ乗ったのいつだっけな。 あれ1年半1年ぐらい前1年ぐらい前ですか。うん、そう、まあその時はね別に嬉しいとかないんだけど、はい、まあ買う前はすごい嬉しかったよ、はい、やっぱりその鑑識のさ、こうシャラ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 っていうさ、はい、ドカティのさ、だけど乗るとね、やっぱり日本人でも背の高い足が長い人はいいんだけど、うん、まあ俺身長176なんだけど足そんな長くないからさ、はい、うん、やっぱりベタっとつかないとやっぱり疲れちゃうよね。ああまあまあまあ、ね、うん、でまあシャラシャラやっぱり音するから、うん、まあ住宅街ちょっとやっぱり気を使うかなみたいな。 そんな大きいんですか。うん、結構シャラシャラうるさかったよね。まあ、そのクラッチのカバー変えたりとかね、まあ、いろいろ最初からカスタムしたらあったやつをね買ってるからさ、中古で。まあちょっとまだまだその経験の浅い若造にはまだ早いなみたいな、うん、若造にはちょっとまだあれ馬は乗りこなせないみたいなうん、憧れではありますけどね、とかね。そう、まあ、憧れで買ったけど、うん、ちょっとやっぱり乗りこなせなくて、うん、まあすぐ売っちゃったけどね、うん、まあだけどなんかやっぱりなんだろうね、その買ってすぐ売ったりとかすると、はい、お金的にはねちょっともったいない気はするけど、うん、やっぱりその憧れだけで、うん、乗ってみないことにはさ、はい、そのバイクの話とか語りできないじゃん、やっぱり。そうですね、うん、乗るとさ、やっぱりだからやっぱり俺も乗ったことあるバイクは本当に話できるんだけど、乗ってないバイクってさ分かんないじゃん。でまあそのあとはそのなんだろう、グラディウスみたいにさ乗ったことがなくてもその V ツイン乗ったことあればなんとなくこんな感じなのかなっていう想像はできるけど、PCX しか乗ったことない人がさ、はい、V ツイン あんな感じだよねとか言ってもさ、なんかインチ臭いじゃん、なんかさ、うん、鼓動感がとか言うけどさ、乗ったことないやみたいなね、うん、まあ排気量でも400もあるとね、やっぱりトルク太いから楽だよね。楽っすね、バイパス流すのも。
まあ、特にその150のスクーターから400って言ったらね、はい、排気量的にもかなり上がってるから、はい、劇的に楽さを恩恵があるよね。まあね、まあ、ポジションは PCX の方がだいぶ良かったですけどね、ポジション的にはね、ポジション的にね、でも本当にすごい、あのお茶の間みたいに楽なのはね、はい、まあ、スクーターの排気量があるやつが楽かなと思うんだけど、ただやっぱりその操る楽しさっていうかね、人馬一体感というか、そういうのはやっぱりそのニーグリップでね、タンクをこう締めれるようなやつの方があるよね。そうですね、いやーでもあれだね、気持ちがいいね、夜ね。ねえ、10月の暑くもなく寒くもなくって感じですね。そうだね、もう雨ね、午前中降ってたから心配だったけど、雨が止むと夜風が非常に気持ちがいいね。マス2はいつぶりかな、これね。はい、マス2はいつぶりこれ、マス2、いつぶりやろ。この間のあれか、あのカラミーラットのラーメン2の時以来か。いやだけどさ、まさかさ、はい、あのラーメン2のマス2が PCX の最後になるとは全く想像してなかったからね。そうですね、うん、まあ、あの日から1週間も経ってないぐらいにもう制約しましたからね。何にも言わないからな。いやまあね、いや別に言ってもよかったんですけど、せっかくなんで、まあ、ちょっと、まあ、サプライズも兼ねて、まあ、内緒にしとこうかなっていう。めちゃびっくりしたよ、どんなリアクションするんかな思ってね。いやまさかすぐになんか古代ローマのなんか探検っていうことは出てくると思ってなかったんですけどね。まあ一通りね、その毎年新車出たりとかさ、やっぱりそのヤングマシンとかそういうのはやっぱり毎月購読して読んでるから車種は分かるんだけどさ、まさかそのまさかこれをこれみたいなさ、まさか古代ローマの探検なんて一言も出てなかったし、まあ俺の中ではさ、アキちゃんレンタルバイクでバイク欲しいなみたいなこと言ってたから、まあ R25 とか忍者とかああいうのは試乗したりとか、あとはスーパーボルドールとかさ、スーパーフォアとかさ、あっち系も試乗してたし、あとは ER4N とかも試乗したっていうのをね、LINE で写メとか送ってくれてたし、でもこのさ、古代ローマの探検はさ、写メも何も送ってこないしさ、これ良さそうっすよねとかそんな話も何にもなくてさ、全く触れてないからさ、もう意外中の意外だよね。意外中の意外ですよね。だって僕もその買う当日まで知らなかったっすよ。だから俺の中ではその SS 系の R25 とかその忍者とか、あっち系か、それかまあ、ホンダ好きだって言ってて、でボルドールいいなっていう話だから、まあネイキッドというかハーフカウル付きのネイキッドで、サスも両持ちのそういう伝統的なクラシカルな面影も残すようなやつの方が好きなのかなと思ったらさ、まあまあ好きですけどね、そっちも、サスは両持ちじゃなくてモノサスだし、はい、ほんで要はね、直四に対して V ツインだからさ、エンジンもかぶんない、サスもかぶんないし、みたいなさ、ほんとびっくりしたよ。でしかもなんだろう、車種もびっくりしたけど、そのまさかこのタイミングで買い替えみたいなさ、それびっくりだよね。駐輪場置き場所ないやん、言ってたやんみたいなさ。そうだから今のね、長く乗るっていうのもちょっと信用できない。いやでもね、もう長く乗らざるを得ない状態にまでなってますね、今は。だからね、もうちょっとね、乗り換えもちょっとしばらくはできないですね、金銭的にもね。なるほど、まあそれ、ローンで買った？ローンですね。
なるほどなるほど。まあでもね、初めてのそういう、まあ、オートバイの形をしたね、そのやつで、はい、でしかも一番今までの中で大きい排気量だったら、はい、まあ所有欲を満たしてくれるし、オールマイティに使えるからね、いいんじゃないかな。はい、じゃあそのうち俺もなんか買ってサプライズするかな。どのタイミングで。どのタイミング。うん、まあサプライズってもね、俺の場合はなんかちょくちょく言ってるからね、なんかこんな感じとかね。うん、言ってるけど、もしかしたらまたその期待を裏切って僕みたいに探検をっていう。いやでも、まあ、探検じゃないかもしれないですけど、まあ違うバイクに、うん、だけどまあ俺の場合なんだろうね、結構まああちこちいろいろ乗ってるから、うん、なんとなくこう自分の好みのバイクっていうのが、はい、あのあれなんだよね、あのまあ一番長く乗ったのはセロを7万キロ乗ってるし、はい、それでいろいろ行ったし、まあやっぱりそのオフロード、はい、オフロードなんだけど、ああいうあのモトクロス、モトクロスターみたいなやつじゃなくて、足つきがいい、ちょっと冒険心をくすぐるっていうかね、アドベンチャー気分を味わえるような、はい、まあセロみたいなやつが、まあなんだろうね、やっぱり実績っていうか、自分が乗ってきた中で最も長く乗ってきてるっていうことが一番証明してるっていうかね、が一番なんかこう好きかなみたいな、場所を問わずどこでも行けちゃうっていうか、はい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 、うん、だからまあ昔はね、やっぱりその大型免許持ってるから大型乗らないともったいないとか、そういうのもあって大型大型って大型の中であれだったけど、まあ大型も乗って中型も乗って小型も乗っていろいろする中で、まあまあ一台で旅から何から全部ってなると、まあセローみたいなやつか、それかなんか昔のね、あのオフロードみたいな、あのやつ、あのまあ今で言う名前はなんかこうね、スクランブラーとかさ、まあああいうの、ああいう形もなんかこう大人な感じでね、まあ小僧、その人生の先輩の人からね、はい、僕らみたいな小僧があんな乗ってると生意気だよっていう風に思われちゃうかもしれないけど、うん、うん、そんなつい最近まで学生だったやつが生意気だっつってね。そう、まあでもそうだね、で元ブログのやりやすさからすると、はい、まあやっぱりスクリーンがでっかいのついてるさやつ、うん、はい、うん、まあだから TMAX530 とかさ、ああいうやつはやっぱりその風切り音とかもないし、荷物も積めるし、モトブログ的にはまあやりやすいよね。そうですね、うん、まあだから今のスクーターもさ、そのなんだろう、モトブログで話するっていうことに集中できるっていうのはあるよね。まあ TMAX っていう選択肢はないんだけど絶対に、うん、まあ、やりやすさっていうことだそうだよね、うん、でもやっぱりそのスクーターってさ、別に何でもいいんだけど、そのオートバイと言われるものを買うからにはやっぱりバイクそのものも楽しめるやつを買いたいよね、買うとしたら、うん、うん、で買うとしたらね、俺新車で買うと思うんだよ。ああ、そうっすか。うん、あのもう次買うとしたら、はい、もう多分長く乗りたいなと思って買うと思うんで、うん、新車を買うと思うんだよね。新車買うっていうか、まあ新車買うわ。うん、なんかさ、やっぱりまあ僕の場合はね、結構こまめにメンテナンスする方だと思うね、どっちかっていうと。なんか乗りっぱなしのね、中古とかって当たるとなんか嫌じゃん、やっぱりさ。そう、まああの400以上とかになってくると、車検のあるバイクであったら中古でもいいかなと思うんだけど、そのまあ400以上とか250以上か、うん、車検があるのは250以上だから、以上だったら中古もありかなと思うんだけど、250以下の中古車っていう選択肢はないな。やっぱりさ、車検がないからさ、なんかその程度が荒れてると思うんだよ、うん、まあ想像する中でね。でもやっぱ車検があるバイクって、どんな乗り方してたにしても、やっぱ2年に1回はさ、
車検というフィルター通るからさ、まあ、今ユーザー車検とかだからとりあえずギリギリでもう通すだけとかいうのもあるかもしれないけど、まあ、それでもやっぱり車検を通してるっていうことはさ、まあ、必要最低限のことは絶対やってるはずだから、まあ、そういう意味ではあの400以上だったら中古もあるかなみたいな、うん、まあ、あとはねやっぱりその信頼できるお店で、あの買えば、まあ、それはそれで排気量問わずありかなと思うけどね、うん、まあ、ヤフオクとかで買うのはやっぱりちょっとすごい安かったら、まあそのね、リスクヘッジっていうかその安い分、まあ、直して乗るかっていうのあるけど、お店とあんまり変わんないような値段でヤフオクとかではやっぱり怖いよね。うん、怖いですね。お値段以上じゃないもんねやっぱね。なんかあってもノークレームノーリターンっていうね。そう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 。それなのに結構ね高いっていう。うん、だからまあ安いやつはねまあいいけどね。うん、やもうこんぐらいの値段だったらまあいいやいいやっていうようなのはいいけど、やっぱり100万近いやつはちょっと怖いかなみたいな。まああとはあれだね、俺の場合そのバイク乗るのも好きなんだけど、はい、結構いじくるのも好きだから、はい、いじくりやすさっていう意味ではセロなんかめっちゃいじくりやすいもんね。うん、短気筒だしさ、はい、もう前なんか林道から谷に落ちたけど壊れなかったからね。そうすごいっすね。まあオフロードバイクってさそうそう壊れないからね。うん、まあクラッチのレバーとか曲がったりとかそういうのはあるけど、はい、バイク自体はもうすごい丈夫にできてるから、はい、でましてはねその WR みたいにさ水冷でこうラジエーターとかがこうグッと出てるわけじゃないから空冷だからさ、はい、もう右にこばしても左にこかしてもさ、全然余裕みたいな、うん、まあ難点はねやっぱり高速道路の巡航速度がやっぱりその80ぐらい、うん、まあ、100出るけど100で走ってるのはちょっとしんどい、うん、やっぱりその短気筒のエンジンのやっぱり振動っていうかさ、あとはその向かい風っていうかね結構しんどいっていうか、だけどまあのんびりその下道メインでバイパスとかを使ってのんびり景色を楽しみながら走るにはセロ、まあ今のセロはあれ乗ったことないから分かんないんだけど、はい、昔のねあの225のセロはさ7万キロ乗ってるから、はい、まあそれね2万キロのやつを中古で買ったんだよね、はい、でまあ先輩にさあの山行こうって言われて、はい、で買えって言われて、で、はい、まあ俺はその時に買いたくなかったんだよ。なんかそのオフロードのバイクってさなんか悪者みたいじゃん。なんかテレビのヒーローってさフルカウルのレーサーレプリカみたいななんかこういいものっていう感じするけど、なんか悪者ですぐ死にそうじゃん。なんかさ、うん、なんか北斗の拳とかでなんかこう いきなりこうワーンって飛んできてさ撃たれて死ぬみたいなさ、なんかこう弱っちいっていうかかっこ悪い感じがあって、でやっぱりその女子受けも悪いじゃん。でやっぱりその今も若いんだけどもっと若い頃はさやっぱり女の子にモテたいじゃん。だからその 何そのかっこ悪いバイクっていうさそういうイメージがあったから、はい、もうボロボロでもいいしもう何でもいいし、でもうセローとかも全然興味なかったんだけど、はい、うん、まあ、それこそねあの有名な赤いお店で買ったんだけどさ、はい、うん、で2万キロでまあいいやこれでって言ってさ長く乗るつもり全然なかったんだよね、はい、そしたら乗ったらさ何これと思ったんだよね。今まで行けなかったさあの堤防から土手の方に降りていったりとかさ河原とかさ、はい、何なのこれって言ってさ、うん、まあ、初めてのオフロード体験がそのセローだったんだよね。で今までバイク何台か乗ってきたんだけど、はい、もう俺の中ではもうバイク俺乗ってきたしみたいな感じの自負はあったんだけど、はい、それはショックだったよね。えバイクの世界って何こんなに広がるのみたいなさ、はい、どこでも行けちゃうって何これみたいなさ、うん、だからそういうのを教えてくれたのが、まあ、
オフロードの世界を教えてくれたのが俺の中ではセロだったんだよね。だからセロは、まあ、そういう衝撃もあってか長く付き合ったよね。まあでも圧倒的にオンロードを走ってることの方が多いんだけど、だけどそういうなんだろうね、その自分が持ってたそのバイクの常識をいい意味で覆してくれた存在がセロだって、まあ最初の印象はめちゃ悪くて、うん、だからもう合コンとかでも絶対選ばないタイプみたいな感じだったんだけどだからもうでもねやっぱりすごいなと思ったねそれは、うん、だから今の250のセロのそれセロはちょっと俺乗ったことないから分かんないけど、まあ環境対策も施されてでちょっと牙を抜かれた感じとかいうネットの記事とかも見たんだけど、やっぱり一番の魅力はあれだよね、やっぱキャブからヒュエルインジェクションになってるから、やっぱりその標高の高いところ行ったりだとか、あの気温の変化とか、いつでもその指導性が安定してるっていうか、そこはやっぱり FI の魅力だなと思ってですね、うん、まあ、俺的にはねそのキックがついてないから気に入らないとかあるんだけどまあそういう話をねちょっと先輩に話したら、そんなのバッテリー変えりゃいいじゃんってさ、今時そんなこと言うのお前ぐらいだみたいなさもう時代は違うんだみたいなさそうだからまあそういう意味ではね、今の現行でっていうと、まあ、セロの250とか、うん、まあ大きいやつだとまあそのヤマハの SCR950 とかさ、はい、あまだあの日本に入ってきてないけど、はい、ああいうちょっとクラシカルな感じ、もうなんかこう V ツインで、はい、あのボルトのねエンジンをあの積んでさ、はい、ベルトドライブなんで、はい、まあチャカ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 あのチェーンの音もしないし、はい、まあちょっとなんかこう背伸びした感じで大人みたいな感じでかっこいいかなみたいな、うん、まあ元ブログ的にはねちょっと風切り音対策とかどうなんだろう、まああんまり気にしなくていいか、でもこのカムイだったらもう大概風切り音関係なしにもう OK だもんね。そうですね、うん、そうだね、まあそうだね、いや夜めっちゃ気持ちいいな。そうですね、なんかさこの目の錯覚なのか、はい、前に走ってるのが PCX の時はさ、はい、なんかその小型のスクーターでマッスしてる感じだったんだけど、はい、なんか前走ってるのが400のグラディウスだとさ、はい、なんか自分もなんかこう普通のバイクでツーリングしてるようななんか錯覚にいやいいことじゃないですか、うん、気持ちの上でのなんかね、うん、まあだけどなんか PCX の時はね、はい、あの PCX150 いいな、俺も PCX とか NMAX とか欲しいなとか、はい、なんかそのなんか買いたいとかそういうのはないけど、なんか目の前にやっぱりその400とか乗られちゃうとさ、なんかこう自分もちょっと触発されるもんがあるよねやっぱね。そうですか、うん、なんかやっぱりちょっとなんか買おうかなみたいなさ、まあでも逆やったら僕もそうやったかもしれないですね。そうだけど今ねなんかあれなんだよね、めっちゃこれめちゃ買いたいとかいうなんかいいなっていうのはあるんだけど、うん、めちゃ買いたいっていうのがないんだよね。はい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 、なんかこうそうだね、まあいろいろ乗ってなんかこうそうだね、まあ昔はねなんかこうもうこれめっちゃ欲しいとかさ一目惚れみたいなのあったんだけど、うん、今はなんかこう自分が過去に乗ったバイクといろいろ重ねて見たときに、あんな感じかな、こんな感じかなとか、下手にこう、
経験が邪魔をしてるっていうか、そんな経験はないけど、やっぱり自分の中の経験が邪魔して顔にまで至らないみたいな、なんかやっぱりそのウィークポイントが目についちゃうんだよね、先にいいところよりも、なんかあーこれあれかみたいな、その、うん、でもその中で一番今購入に近いのは、あのヤマハのセローが一番なんかこう一番、まあそうだね、セローっていうブランド自体がさ、やっぱり自分が長く付き合ってきたっていうのもあるから、それが一番近いんだけど、でも自分の中では別に今すぐ欲しいわけじゃないし、今すぐセロじゃないとっていう、そんなそこまではいかないから。でまたあと2005年にさ、あのセローがさ今の250になったんだよね。で今2016年だから11年経ってるから、で2018年にさ、なんか ABS 義務化とかなんかそういう法案が通ってるっていうか、だからあと来年とか再来年ぐらいになんか大きな変化があったりするのかな、バイク業界の中でみたいな。で11年経ってるし、まあフルモデルじゃないにしてもちょっとやっぱり新しい進化を取り入れたりするタイミングがあったりするのかなみたいな。だから自分が買った後にさ、劇的に変わられてもなんかショックじゃん。ましてやその中古だったらまだいいけど、新車で買うと思ってるからさ、次はなんかそういうのちょっと嫌だなと思って。まあ難しいところですよね。まあそんなこと言いながらね、つなぎでなんか中古の安いの買うかもしれないけどね。まあ、でも今のところは買わないかな。バイクそのものっていうか、まあなんだろう、まあ普通にね風感じられたらそれで満足してるからさ。そうだね。もうあとね6キロぐらい。え？あと6キロぐらいかな。何がですか？あ、その目的地まで。マジっすか？あ、違うのかな。あ、違う。あ、でも長島っすよね、そこ。うん、長島。あ、じゃあかもしれないですね。それぐらいかもしれないですね。もうそろそろ三重との県境なんですよ。あ、本当に。はい。まあ、今日のね目的地はオートランド長島っていう スーパー健康ランドみたいなところ。スーパー健康ランド。まあつい最近まで学生だったからいいでしょう、こういうのもね。でもまさかさ、ホテル全滅だと思わなかったよね。そんな、まあ鈴鹿自体はさ、サーキットの近くはね全滅かもしれないけど、桑名とか四日市までさ全滅ってさ、まあまあまあ想定外だよね。やっぱ全国から人来るんでね。やっぱりそんなにね栄えてる方じゃないから、やっぱホテル数も限られてくるじゃないですか。だからやっぱりって感じですよね。まあでもまあいいやいいや、まあ、とりあえずその健康ランドで飯食って酒飲んでちょっといい風呂入って、明日のちょっと F1 談義でちょっと盛り上がろうか。ああ、そうですね。あ、もうそこで食っちゃいます、飯。じゃあ、あ、別に飯はどこでもいいよ、どこでもいいよ、その違うとこでいいし。まあなんかうまいとこあったら、横浜系とかさ家系とかあれば、そこまで夜ラーツ行ってもいいしね、そこを拠点としてね。ちょっと調べるか、どっか。じゃあちょっとコンビニ感があったらちょっと止まります。そうだね。はい。
か。うんうん、サークル系止まろうか。じゃあサークル系でねちょっと、作戦会議します。一回切ります。はい、はい、今ね、ちょっと作戦会議して、これからねあのアキちゃんとね、飯を食べに行くことになりました。どこだっけ、はい、ねこれからちょっと行こうかなと思ってんのが、メイン花火っていうねとこなんですけど。メイン花火、メイン花火ですね。メイン花火、そこはね、前タカさんと行った台湾まぜそば、うん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 、はい、あれの言ったら発祥となるところがメイン花火ってとこなんですよ。え、元祖、元祖ですね。それは楽しみだね。あれ、はい、まぜそば、はいはい、まぜそばも美味しかったもんね、あれね。はい、言うたらそれの、まあ、言うたら発祥ですよね。うん、一番先にそれを作ったところがな、まあ、メイン花火って言われてるところですね。いや、発祥だったらなんか混んでそうだね。まあね、混んでるかもしれないですね。ただちょっと何店舗かあって、うんうんうん、本店はねもうめちゃくちゃ混んでるらしいんですよ。うんうんうん、ってとこなんで、まあもしかしたらちょっとね田舎なんですぐ入れるかもしれないですね。うん、まあでもすぐ入れたら嬉しいよね。はい、嬉しいですね。うん、まあね僕もちょっとねそのメイン花火に行くのは初めてなんでね。うん、はい、ちょっと楽しみですね。楽しみだね。はい、メイン花火っていうのは愛知にしかないですからね。あ、そうなんだ。はい、今ここ三重じゃないの。ここは、あ、まだ愛知か。はい、まだ愛知、まあ県境のとこですね。うんうんうん、はい、長島、ここどこ。ここはね、弥富ってとこですね。弥富、はい、じゃあもう三重まで、まあ、長島の隣っすわ。あ、じゃあ三重までもうあと少し、もう少しなんですけど。なんかやっぱマス2面白いな。面白いですね。なんか一人で走っててもいいんだけど、やっぱり二人だとさ、こうインカムで会話しながら、はい、なんかどこ行くっていうわけでもないんだけど、はい、なんか普通に飯食いに行くだけでも面白いね。まあね、まあ一つ一つがなんか値段って感じですよね。はい、またなんか僕的にはなんか新鮮なものが前に走ってるからさ、そうですね、うん、見慣れないものがなんか前に走ってるから、はい、うんうん、面白い。なんかもう乗り慣れてないものを乗ってますからね。すごい違和感あるなとか思いながら、まあなんか今の左折もなんか、はい、納車したてって感じするよね、なんかね。まあでもなんか PCX で結局あれ何キロぐらい走った ?7000キロぐらい走った ?8000キロ ?7000 キロぐらいですね。7000キロぐらい、半年で、はい、半年で7000キロぐらい走った。だから今回の古代ローマの探検もなんかさ、俺古代ローマの探検って言ってなんていう名前だっけって、グラディウスってすぐ出てこないんだよね。探検の方が言いやすいから。はいはいはい、うん、すごい距離伸びるんじゃない。そうですね。うん、その何キロで買ったの、新車じゃな、新車、あ、中古です。あ、中古で、うん、はい、何キロ。9500キロですね。あ、9500キロね。はい、じゃあ半年で1万5000キロぐらい行きそうだね。ちゃうかもしれないですね。うん、でも9500キロって言ったら半年であれか5500キロか。 PCX よりペース落ちるってことないもんね、まずね。そうですね。だけどこれからあれか、ね、冬場になるからちょっと少なくなる、はい、そんなことないか。まあ確かにそれはありますね。
まあ、だけど愛知県豊田市も雪降らないでしょ。そうですね、まあ、僕が住み出してからはまだ降ったことないですね。じゃあまああちこち繰り出せるか。ただ峠の方はちょっと分かんないですね。まあ愛知もさ、ね、寒いとこは寒いもんね。いやーめちゃ気持ちいいなこの道、なんか風がすごい気持ちいいわ。そうですね、やっぱ秋はいいな。秋はあーいいっすね。うん、秋風気持ちいいわ。ツーリングの季節って感じですよね。もうでもあれだね、グラディウス買ったらもうモトブログ始めるしかないね。まあ今度はあれじゃない、突然 GoPro 買ったサプライズじゃない。どうですかね、バイクの次はさ、なんかさ今度さ、待ち合わせ場所にやられたらさ、あれ何なんかヘルメットからなんか顎から出っ張ってない、なんかええー、みたいなさ。あるかもしれないですね。でもなんかあれだよ、モトブログ面白いよ。ああそうですか。なんかね、面白いし、あとはなんかこう自分のトークスキルも上がるから、あの娯楽であるけど、そのなんか自分のその話の訓練にもなるし、まあいいと思うけどね。まあその自撮りをしながら運転するとかなると、安全面もちょっと心配なところもあるから、そこはあんまり積極的にお勧めはしないけど、ヘルメットにつけて喋ってる分にはね、そんなにこう危険は伴わないから、まあ注力3倍になるっていう人もいるかもしれないけど、なんかこうめっちゃ話すぞって気合入れてやるんじゃなくて、だらだらこうランダムに話す分にはね、いいと思うしね。もうインカムでいろいろ話してるから、あとあのヘルメットにマイクつけたら、マイクとカメラつけたらすぐできちゃうでしょ。まあね、これは2人やからね、喋れてますけど、1人で喋るとなると、いやー1人でいけちゃうでしょそんな。もうだってね、モトブログチャンネルで秋ですとかっていろいろ喋ってるからさ、もう準レギュラーみたいに喋ってるから、もうまあいけちゃうでしょ。まあ、あとは編集っすね。ああそうだね、動画編集はね、あれやったことないんでね。でもやっぱり若いからすぐでしょ。そうですかね、すぐ吸収しちゃうよそんなパソコンなんてさ。まだやっぱり二十歳でしょやっぱりね。そう、今もね、あの編集ソフトってすごい簡単でさ、もうドラッグ&ドロップでちょちょってできちゃうよ。あ、そうですか。なんかいいね、高い編集ソフトは高い編集ソフトでいろんなことできるけど、最初のうちは本当1枚もしないような、安いやつでいいと思うけどね。あ、そうですか。なんか そういうやつでも全然、サクサクってできちゃうよ。カット編集だけでもいいんじゃない最初は。カットカットでつなげるだけでさ。なんか一回なんかコテコテの編集すると、見る分にはいいんだけど、それが当たり前になっちゃって、なんか自分を苦しめちゃうような気がするんだよね。一回なんかそのこってこてのさ、これでどうだみたいなのを作っちゃうと、もうこいつはもうそういうクオリティの動画を出す人なんだっていう風な位置づけになっちゃうと、なんかそれを継続しなきゃっていう風な気持ちになっちゃうと、本来こう楽しめるものをもう楽しめなくなっちゃうっていうか、だからそれは嫌だなと思って。
うん、だからなんだろうね、忘れた頃にたまにそういうのを出すかもしれないやつっていうぐらいにとどめておかないと、ね、普段からもう編集のコテコテのもうすっげークオリティのってなると動画のアップする頻度がすごい長くなっちゃうし、そうなんかやっぱり趣味でやってるもんだからね、うん、それでなんかその YouTuber みたいにそれで食ってる人だったらさ、仕事だからってあるけど、普通に本業があって片手間っていうか本当趣味で遊びでやってるもんだからね、あんまりそんなに拘束されたくはないなっていう、まあまあまあね、それはありますよね、うん、まあそれがねメインの仕事の人はね仕事だからそれは頑張らなきゃいけないと思うんだけど、うん、僕たちは他に本業があってね、その片手間にそれをやるわけだから、うん、まあでも趣味でも極めたらすごいかっこいいけどね、そうですね、うん、だけどまあ他にもいろいろ趣味あるからちょっとなかなかそこまでっていう、まあハマっちゃうかもしれないけどね、やりだすとね、うん、やりだすとハマっちゃうような気もするからな、それはちょっと分かんないけど、だけど今日の納車って、はい、ほんとすごいギリギリだよね、うん、もう、まあ、よく間に合ったよねそうですね、よくもし間に合わなかったら代車貸してくれたのかな、どうやろう、それはちょっとね分かんないですね、うん、まあでもそれはねお店で買ったからさ今日でもいいけど、それ個人バイとかで今日買ったバイクとかで乗る気になんないよね、うん、バイクの状態わかんないからね、はい、まあ、整備はお店だから整備渡しだからね、いきなり、うん、こういう見え通とかでもいいけど、はい、うん、納車したその日にいきなりもう日帰りで、うん、まあ俺だったら静岡から500キロ、うん、以上のツーリングになるから、うん、ちょっとそれは怖いなと思って、はいはい、このやっぱ市街地走ってさ、トロトロ走ってるとやっぱ V ツインの音するね、やっぱね、しますね、うん、でもなんかすごいジェントルな静かな音だね、あー、うん、そうなんですかね、うん、他のちょっと V ツインはそう、なんかね俺 VX 乗ってる時はもっとねどこどこうるさかった、あー、そうなんですか、うん、キャブ車ですか、キャブ、キャブ、うん、あー、ね、途中でカメラの方がねちょっと電池が切れちゃってで、これからちょっとねまあ到着してでまあお店に入りたいと思うんですけどね、こちらが、台湾まぜそば発祥の麺屋花火さんですね、僕もねちょうどねいつか行きたかったとこでもあるんでね、はい、まあちょっとツーリングのついでにね行きたいなと思います、はい、普通のこっちの標準の方でいいんじゃない、もうちょっとデラックス台湾までそんなにしますわ、はい、メニューの方が来ましたね、僕は、台湾まぜそばデラックスとタカさんが、標準の方ですね、はい、これからじゃあこれをいただきたいなと思います、なんでこれをね全部シャッフルするみたいですね、シャッフルシャッフル、このね混ぜそばっていうだけなんでいうぐらいあって全部ねこの混ぜるっていうのがねミスみたいですね、じゃちょっと自分も混ぜてみたいと思います、はい、今ね全量摂取でいただきました、なんかちょっとピリッと辛いスパイスな感じで、すごい美味しかったですね、まあ、ちょっとコメントうまいコメントできないんで、ちょっとアキちゃんにね変わります、私も完食いたしました、で、まあ、初めて行った店なんですけどね、私が今まで私が食べた台湾まぜそばの中でねやっぱりダントツ一番でしたね、はい、またこれちょっと通いたいなと思います、はい、以上です、はい、これからね、まあ、麺屋花火さんを後にして、三重の方にね向かいたいなと思います、美味しくね、台湾まぜそばいただいたんでね、まあ、僕らもちょっとテンション上げ上げで、はい、まあ、残り少ないちょっとツーリングをね楽しみたいなと思います、はい、じゃあこれから出発します。よっ
いや、うまかったね。うまかったですね。うん。初めて来たけど、なんかファンになっちゃったよ。思いますか。残念ながらね、あそこの麺屋花火っていうのはトヨタにはないんですよ。はい。だからちょっとね、やっぱこっち方面に今度ないんですけど。でも、まあ、近い人はいいね、来れるからね。そうですね。今なんかこれもう並んでますからね、今、結構。ちょうどいい時に来たね。はい。前に入っちゃうか、この白い車の前に。ああ、そうですね。うん。もう今回はもう、あきちゃんの納車ツーリングの動画を収めるために俺、後ろ走ってるような感じだね。祝納車ってことね。祝納車動画だね。あとね、12.5 キロですね。時間にして大体25分ぐらい。なるほど。はい、もう近いですね。近いね。はい。温泉街、尾張温泉街です。温泉感ないっすね。温泉感ないね、うん、えらい寂れてんな。ピー、どうしました。えらい寂れてんなっつったから。ああ地元の人からこうね、怒られますね。うん、怒られる、怒られる。あ、ここはカットってことで。カットしとくわ。はい。鼓動感が聞こえてくるね。あ、聞こえてきます。どこどこ感が。はい。これカメラにうまくね、収まっ、どこどこ感を伝わっていけばいいんですけどね。あ、でも、どうだろう、集合してると思うよ、そこそこ。あ、ほんますか。なんか色も珍しいよね。うん、そうっすね。うん、なんか白と青ってさ、はい、あんまりその配色見ないなと思って、うん、まあ国産ではあんまない配色でしょうね。まあもともと欧州向けのね、うん、やつだもんね。あ、こっちか。そうで、なんかすごいでも大人な感じでかっこいいよ。はい、ああ、そうですね。この後ろのテールだけ見たらね、なんだろうね、このバイクって感じする。なんだろうなと思って。まあなんかこのスズキの特徴っぽいけどね、はい、テールの形とか、はい、うん、でもスズキだけどなんだろうなこれつって、ハヤブサでもないしな。まあ、ちょっとなんか昔のインパルスっぽいような感じですかね。インパルスは横とか前はあれだけど、後ろどんなんだったかなみたいな感じで、あんまり記憶にないね。昔のインパルスですね。まあツーリング行っても被ることないよねこれだったらね。なかなかないでしょうね。もし被ったらもうその人と友達になりたいですね。そうだね。でもさ、被ったらさ、なんか意気投合しそうじゃない？投合しそうですね。おーみたいなさ、はい、初めて見たみたいなね。うん、元ブロガーさんもいないんじゃない？これだったら。ねえ。
バイクの車載はあったとしてもモトブログやってる人いないんじゃないかな。いやーなんか気持ちいいね、この夜景とかもさ。うん、いいっすね。こっち側はね、あの名古屋市街の方ですね。うん、はい、なんか2人で走ってるともう距離があっという間にいっちゃうね。あっという間っすね。知多半島の時もなんか、はい、うん、もうあっという間に、あ、こんな走ったんだみたいな。うん、帰り一人に乗るとね、ちょっと遠い感じしたけどね、はい、まあね、やっぱ体感がやっぱ違いますね、体感時間っていうか。そうだね、はい、やっぱ一人でさ、ソロで走ってるとさ、うん、あ、現実にちょっと戻される感じあるよね特に帰り道とかね。あ、しかもあのインカムの電源も切れちゃったしね、音楽聴けないしね。RS 太一のジャンパーもかっこいいね。まあまあお気に入りですね、これは。これあのホワイトベースの二宮さんと一緒だからねそれ見たことないですね、僕。うん、なんか動画に上がってたよね。はい、ウェア、僕のウェアこれみたいな感じでなんか上がってた気がするよね。あれアクちゃんと一緒じゃんみたいな。あ、ほんすか。見てみたいですね、一回その動画。うん、見つけたらまたちょっと LINE でちょっと貼っといてくださいよ。ああ、分かった分かった、はい、分かったって。でも俺もなんかあの人すごいいっぱい動画があるから、はい、なんかどれだったかなみたいな。別にそういうそういうタイトルじゃ ないような気もしたから。あ、どうだったかな。タイトルだったら分かるけどね、うん、その RS 太一のそのウェアはどう、実際着て。いや、すごいいいっすよ。あの防寒性はどう、防寒性は。防寒性は良くないですね。うん、まあ言ったらあれなんで、もう冬用じゃないんで。うん、まあ春夏。そうですね、春夏用か。はい、まあでもこれぐらいの気温であればまだ全然大丈夫ですね。うん、ちょうど心地いいぐらいですね。なるほど。はい、メッシュじゃないでしょ。うん、メッシュじゃないですね。じゃあ風通せないもん、通さないもんね。いや、通す、一応風は通しますね。あ、風は通すんだ。はい、じゃあちょっとあれだね、冬はちょっと寒いね。冬はもう切れないですね、これ。だからまたちょっと冬用のジャケットを買おうか、それともまあちょっとあの今持ってるダウンジャケットにするか、まあ、ちょっと迷うんですけど。あの緑のやつ？はい。あの緑のダウン着てるときは、はい、なんかプロテクターとか中にあれしてる？そうですね、まあ一応インナープロテクター買って、うんうん、まあそのまた上からダウン着るのもいいかなと思ってますけどね。あ、まあファッション的にね、はい、なんか中にやっぱりそのインナーの方がいいよね。うん、いや、これはあれだよ、もう春秋っていう感じだよ。ああ、うん、まあ冬やったらちょっと寒いかなぐらいな感じの。うん、まあ本当にライダー用のもうガチガチのやつもあるんだけど、はい、なんかやっぱりそのファッションリーダーの僕たちとしてはちょっとあんまりその、はい、ガチガチのやつは、あ、まあ特にさ、はい、原付きでガチガチのプロテクター入りの、はい、もうなんつうかな、こうね、リッターバイク乗ってますみたいな感じのジャケット着て原付きってちょっと似合わないじゃんなんかね、ちょっとまあ確かに安全意識は必要なんだけど、まあそれこそね、ちょっとやりすぎ感はあるからさ。ああ、ちょっと周りの目が気になりますね。そう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 だからあるんだよ一応、うん、上も下もさ、はい、だけどそのガチガチのやつはちょっと恥ずかしいなと思って
今回さ、はい、喋ってるとこだけで全部つなげていくもんで、はいはい、うん、なんかだから、その動画に残したいところはなんか無理くりでも喋ってつなげるから、はい、うん、何もないところはね全部カット、うん、いやーなんかいいねこれ。いいっすね。うん。最高だね。なんかもうタイヤ変えたもんでさ、なんかすごいなんかフロントのグリップ感があっていいわ。皮むきとかやりました？うん、そんなしないよ。あ、うん、だってもともとそのなんつうかな、そんな飛ばすようなやつじゃないし、あ、攻めるやつじゃないから、うん、もうあの皮むきなんかいらないよそんなの。うん、まあこれからビーナスライン行くとかだったらね、ちょっと市街地で皮むきやっとこうかってあるけど、うん、まあそんなに出ないし速度も。なんか最近のバイクはあれだね、テールランプも明るいね。明るいですか。まあ、これでも LED ではないんですよ。うん、LED じゃないけど、はい、なんかこのリフレクターの作りか、あ、やっぱ昔のねバイクと比べて明るいなと思って。うん、ね、弾は普通のねあのハロゲンかもしれないけど、ね、リフレクターのあの反射板の作りがいいんだろうね。ああ、そうですね。それはある。あと5キロですよ。早いね、もう5キロか、はい、スロットルをちょっと止まってる時にこう開けると、はい、その鼓動感が響いてくるね。ガラランって言ってね、アイドリングしててももうどこどこ、うん、僕には聞こえてますけどね。うん、どこどこどこ行ってんじゃん。このバイクね、うん、タイヤのサイドにタイヤワックスがまだ残ってるんですよ。うん、ああ、タイヤワックスね。だから上がるときはねめっちゃ怖いですよね、なんか滑りそうで。うん、タイヤワックス滑るからね。はい、タイヤワックスとか別に塗らなくてもいいと思うけどな。まあ、よく見ると滑れると思いますよね。うん、あれタイヤワックスってタイヤにも良くないでしょ。あれ良くないですね。いらないよね。なんかまあ一応結構もう頑張って落としてくれたみたいなんですけど。ああ、傷とか。うん、そう、最初はもうなんかコテコテやったんで。コテコテ、コテコテやったんで、もう塗りすぎやろみたいなタイヤワックス。ああ、ほんと。そんな状態やったんで。ああ、うん。まあしゃあね、まあ走りながら落とすかと思って。なるほど。あれはほんま意味ないですよね、タイヤワックスは。まあ俺は使ったことはあるけど、はい、まあすぐやめたね、あんまり。だからまあ見栄えが良くなるっていうメリットはあるけど、あ、まあゴムにも攻撃性があるみたいだし、はい、あんま良くないよね。確か石油製でしょ。石油製、石油製、うん。だから石油成分がないやつだといいかもしれないけどね。なんかもう定番のタイヤワックスと言われるやつは石油のやつだから、ゴムにはちょっと攻撃するからあんまり良くないね。
まあでも中古で買ったからさ、鳴らしとかいらないから気楽でいいよね、はい、そうですね、それはだいぶ気楽ですね、鳴らしてないから、うん、ガンガン回せるんで、うん、なんか結構風吹いてるけど余裕だね、結構風吹いてるけどマイク的にももうバッチリだね、万全、万全だからさ、インカムの会話もバッチリ聞こえるよ、あのプラントのニックスのレジェンドの時の自分に教えてやりたいね。お、三重県入ったじゃん。三重県入りました。入りましたね。これから本当に三重通だね、三重通。三重通ですね。でもさ、静岡から、12時に出てきたけど、もうかれこれ、7時間ぐらい ?6 時間、7時間ぐらい走ってるけど、疲労感がまるでないな。ああ。さすがっすね。さすが。ヤマハのやっぱり自信作違うね、やっぱり原付にしと思えないこの快適さ、お尻とか全然痛くないしね、素晴らしい、段差の乗り換えもこうしっかり仕事してるって感じで、まあ聞いてる人はね、こいつ病気だと思ってるかもしれないけど疲労感あるだろ普通にみたいなさどんなケツしてるんだみたいなさだけどまあ静岡市から三重まで300キロぐらい、どれぐらいでしょうね、290、ってとこ、分かんないですけど、あのデンパーク、デンパークまで190キロなんだよ、190キロですか、そしたら230、230ってとこじゃないですかね、余裕だね、余裕すぎるな、いつでもいいからね、右手でもらっていいから、あ、じゃあ右行きますわ、はいはい、こんな時インカムいいね、はい、なんかやっぱりこの夜の橋とかも気持ちがいいね、おお、あれあれ長島スパーランドじゃない、はい、あーちょっと無理だな俺、 GoPro とかだったら顎でグッて向けるんだけどね、はい、まあ、こんな時 GoPro とかじゃないとショルダーマウントだと無理があるよね、うん、ちょっと無理があるな、あ、もう着きそうですね、うん、もう着きそう、ちょっと寄りますわ、うん、了解、あれかな、桑名市入りました、桑名市、はい、あ、あったあった、 ここですわ、おお、応答、応答レストラン長島、すげえな、なんか今日の宿天然温泉オートレストラン24、学生かよって感じだよね、いやーなんかすごいですね、あ、こんな感じのとこか、オートレストラン長島、今日ゲームもありますやん、ん、ゲーム、あ、ゲームあるね、あ、車いっぱいやな、どこ止めるんだろうね、駐輪場ちょっと探しましょうか、うん、
こだわりの豚骨。おう。天然温泉クワハウス。また違うのかここ。あ、ここでもいいか。うん。その一番端でいいんじゃない？あ、一番端で。うん。よいしょ。意外と早かったですね。うん。時間が。ということでね、着きましたんで、これからね、まあ、宿というスーパー銭湯に入って、明日のね、日本グランプリ談義盛り上がりたいなと思います。なのでね、今日はこの辺で、はい、また明日お会いしましょう。ほいじゃ。はい、今ですね、まだね、さっきのなんだっけ、オートランド、はい、オートレストラン、オートレストラン長島にいます。はい、なぜかというとですね、なんと寝るところがないないっていうね、想定外だったんで。多分ね、これね、僕の勘なんですけど、ここなんか車見てもらったら分かるんですけど、多分ね、これ車中泊する人専用の施設ちゃうかなって思うんですよね。ああ、なるほど。24時間営業だけど、はい、風呂は24時間で提供するから、はい、ここで車中泊してくださいねっていう。多分そんな感じだと思いますね。なるほど。はい、じゃあバイクで車中泊できないからね。無理ですね。野宿だからね。はいはい、なので、まあ、ただちょっと別のね、ところの、別の施設にちょっと移動したいと思いますね。うん、兄弟施設にね。はい、ここから、大体23キロ。うん。四日市市の方になりますね。まあ、鈴鹿にはちょっと近づく感じで、まあ、明日の朝がちょっとね、楽かなっていう感じなんで。はい。で、まあ、ここから、まあ、大体40分ぐらいかけていく感じなんですけどもね。じゃあ行ってみましょうか。行きましょうか。はい。まあ、台本なしなんでね。はい。まあ、そんなこともあるよね。うん。まあ、でもこういう迷うことも含めて楽しみだからね。はい、そうですね。全然大丈夫です。そうか、車中泊専用の施設かいな。うん、おそらくね。24時間って書いてたからさ、はい、てっきりそういう仮眠のあれがあるのかなと思ってね。うん、そもそもなんか余裕ぶっかましてホテル、はい、ねえ、もっと早めに取れって話だよね。まあ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 、僕ちょっと侮ってましたわ、この鈴鹿グランプリを。もうホテルが全滅と思わなかったもんね。まさかね。まあ、最悪ラブホに泊まるっていう 手もあるけどね。ラブホ泊まれるんですかね、ラブホなんか。いや、泊まれるでしょ。あ、ほんますか。俺結構ね、あれだよ、ホテル取れない時一人で泊まったりするよ。あ、マジですか。うん、一人でも入れるんですね。一人で入れるよ。ビデオとかも見れるし、風呂もでかいしさ。ああ、そうですね。普通に快適なホテルですもんね。快適じゃん。うん、だからもうビジネスホテルとか取れないときは、はい、もうラブホに泊まるよね、俺は。うん、で、もうなんか取れるかもしれないけど、もうしょぼしょぼのホテルしかない場合は、はい、そういうファッションホテルを積極的に利用するっていう。はいはい。うん、だからまあ考え方によったらありっちゃったらありだよね。なるほどね。うん、でもダメなとこもあるけどね。人がいてっていうようなとこはダメだとこはダメだけど、分かんないとこはいいよね。そうですね。いやー、気持ちがいいね、この鉄橋も。左側もう長島スパーランドだもんね。あ、はい。まあ、これ一人だと、あー、またこっから40分走るのかっていうのもあるけど、うん、
全然そういうのない。これマッツのいいとこですよね。うん、もう今7時ぐらい？今8時か。もう9時ですね。あ、9時か。はい。じゃあ9時間、静岡出てから9時間だけどね、もうね、そんな経ってんだね。早いな。早いっすわ。僕らもう合流して4時間ぐらい経つんですね。じゃあ、あ、そうだね。うん、そんな経ってんだね。楽しいひとときはあっという間だね。何をそんな時間かかったんやろって思うぐらいなんですけどね。うん、なんかこの動画を今日の宿について見返してるとまた今日の夜も長くなりそうだね。もう自分たちが撮った動画をつまみにお酒もうまそうだね。え、さっき風呂入りますよね。どっちでもいいけどね。まあ、さっき入ってちょっとさっぱりしてから。うん、そうだね、見ましょうか。うん、今日あれじゃない、やっぱりその鈴鹿グランプリでさ、はい、宿取れない人が結構いたりとかするかもね、やっぱり。ああ、まあそうですね、大体そういう人は車中泊するんじゃないですかね。ああ、そっかそっか。うん、まあ車だったら泊まれるもんね。そうですね。でね、結構見えてね、道の駅天国なんですよ。あ、そうなんだ。結構ね、いろいろあるんで、ドライブインとかね、ああいうのも結構あるんで。じゃあ、あれだね、車中泊で旅する人には最高だね。うん。あれ、この辺なんか路面が濡れてるんだね、雨降ったんだな。あ、雨降ったんじゃないですかね。なんかまだ新しい感じだよね。あ、そうですね。路面が濡れてる、ちょっとところどころ。なんかタイヤギトギトだね、なんか。ギトギトっしょ。これでもだいぶマシになった方ですね。うん、はい。だって中の溝の中にさ、はい、不自然な 黒光りがしてるもんね。うん。これ新品おろしたてのタイヤの光り方がじゃないよねって。うん。明らかに人工的に何かやりましたよみたいなね。そう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 。タイヤのさ、はい、まだサイドはいいんだけど、はい、タイヤのあの面までやってるってことでしょ、要するに。はい、タイヤのさ、あの設置するところまで塗ってるってことでしょ。うん、なんでって感じだよね。普通サイドだけじゃない。そうですね。うん、ナイトツーリング気持ちいいね。うん、
まあ、特にやっぱりこういう交通量が多そうなところは、はい、夜の方が気持ちいいね。あ、日中だと結構しょっちゅう信号捕まるでしょこの辺。はい、なんかすごいもう周り三重ナンバーばっかりだ、うん、なんか三重に来た実感がしてきたな三重三重三重って感じだね。なんか静岡にいるとさ、うん、愛知のナンバー見るんだけど、はい、三重のナンバーはそんな見ないから。あ、だからその愛知のそのナンバーは見てもそんなにどっか来た感はないんだけど、うん、三重に来るとさすがにもう三重まで来たのかみたいな。あ、ほんま三重ばっかりっすもんね。早いなぁ。あんまりそのロングツーリングって感じしないね、三重だと。三重といえば結構有名なモトブラガーさんがいっぱいいるとこだもんね。あ、例えば、例えばあの JKD さんとかさ。あ、 JKD さんね。 JKD さんとか、はい、空波緑さんとか。おいおい、うん、あとあのゼントライダーさんとかね。おー、あの ABO チャンネルさんとかね。結構いますね。うん、なんかあのやっぱりなんだろう、あんまりよくわかんないけど JKD さんが、はい、あの一声かけたらもうすっごい台数集まるっていうさ。すいません、こっちでした。あ、こっちね。オッケーオッケー。右でしょ。右ね。はい。インカムあるとね、こういうのもできるんで。うん。もうやっぱりマス通するときはみんなインカム買った方がいいですよ。うん、間違いないですね。29年の1月車検って近いな。そうですね、まあ、あと4ヶ月後ぐらいですか。あ、3ヶ月後か。うん、あれ車検はどうする、自分でやる。いや、もう出しますね、バイクに。ショルダーマウントでやってるけど、やっぱりアゴマウントってあれだね、やっぱり自分の向いた方、うん、さっきの中島スパーランドとかさ、ああいうの 見たい時にクッと向けるもんね。ああ、あの辺やっぱいいな。そうっすね。長島スパーランドは収めることはできました。いやどうだろう、自分の感覚的にはちょっと収まってないような気するけど、まあもしかしたらカメラは収めてるかもしれないっていうか。うん、ギリギリ厳しいかな、やっぱりな。まあ距離も距離ですしね。うん、で離れてたんで。でショルダーマウントもさ、今右肩にマウントしてるんだけど、はい、右に向く分にはすごい角度で向けるんだけど、はい、左の方に向く分には角度が浅くなるから。おう、
なんでこれ屋根があるんだろうね。結構見えも結構なんかいいっすね、道。道いいね。はい。なんか走ってて気持ちいい。もうアウェイなんで何にも喋れないけどね。気持ちがいいね。もうやっぱりその暑くもなく寒くもないっていうのがいいんだよね。これが一月ずれると寒くなるからね。またあれじゃない、今日納車したっていうのもあってもっと気持ちいいんじゃない。うん、高揚感が。はいはい。なんかこの辺の道もいいな。本当なんか数時間前まで降ってた感じだねこれ。ああそうですね。なんか牛乳パックがなんか落ちてたね。落ちましたね。あれ危ないですよね。危ないね。あれ瓶とか缶だったら危ないね。これ何バイパスなのこれ。バイパスっすね。うん。
そうだね、ちょうどいいんじゃない。でも今9時とかでさ、着くのが10時で風呂入って11時ぐらいでビール飲んでだらだら12時とか1時ぐらいまで動画見ながらさ、動画を見ながらまあ F1 の話もしながらみたいなさ、なんか今走ってきた三重の道も結構走りやすい道だね、はい、いいっすね、よかったっすね。お、あと早くも5キロ、あと5キロっす。もう着いちゃうね。はい、でも四日市市内に入ってますね。明日はそのよ、あのなんだろう、四日市からはい、鈴鹿サーキットまでどのぐらいかかる？1時間もかかんないんじゃないですか。隣なんでね、鈴鹿は、四日市の。そんな遠くなかったはずですね。もしかしたら30分ぐらいで行けちゃうかもしれないです。まあ明日はね、F1 の前のちょっとポルシェレースにもちょっとね、間に合わせたいんで。今日の宿着いたんじゃない？これだいぶ立派っすね、こっちの方がねえ。はい、なんかさ、ネットで見ると、はい、こっち側は土日っていうか金土日だけ、金土だけオールナイトだけどっていう感じだったから、こっちの方がちっちゃいのかなと思ったけど、すごい、もうレインボーじゃん、はい、レインボーっすね。バイク止めるのか、ここ駐車場に止めちゃいます。そうだね、はいはい、一マス二人で使えばいいでしょ。はい、あれ、こっちか。一マス空いてるかな。やっぱ土曜日はいっぱいでんな。あった、うん、お、結構空いてるね。うん、やっぱそれだけやっぱ広いってことですよね。うん、よっしゃ、いや着いたね。到着っす。まあね、さっきね、なんか着いてじゃあこれでみたいな感じ言ったんですけど、うん、今度こそね、一応宿泊地に着いたっていうことで、これはもう間違いないでしょ。うん、今日のね、動画はこれの辺にしたいと思います。じゃあね、この後はちょっとこの悠々会館でね、お風呂に入って仮眠するとこでゴロってしながら今日のビデオをちょっと見返したりとか、明日の F1 の話したりとかして楽しみたいなと思います。今日はね、愛知県の安城市からね、だらだらこう話しながら、まあ、インカムトークでね、今三重県の四日市ですね。四日市行きました。はい、ということでまたね、明日動画を配信したいと思います。ご視聴いただきましたありがとうございました。